ほのほほほのほほのほほほ笑顔が転がる。え、つながるですか。はい、笑顔がつながる。えみえみチャンネル。なんでやねん、知らんけど。始まるよ。えみえみチャンネル番外編で、また大道先生のトークです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、大道先生は、合気道と、いろは呼吸書の方とか、いろいろされてるんですけど、Facebook の方で、マヤ歴も、あの、毎日アップされてるですよね。はい。それで、私、なんかマヤ歴全然わかんないんですけど、すごい興味持っているって、あの知りたいなと思ってるんですけど、なんか日本って旧暦ってあるじゃないですか、あと今のカレンダーの暦はグレゴリオ暦って言うんですか、はい、はい、と旧暦があるし、この暦っていうのがね、すごくあの不思議に思ってて、でマヤ暦って何ですかって聞きたくて先生に、はい、なんか大道先生の知ってる範囲であの教えてもらえたらなと思うんですけど。あ、はい、はい、分かりました、はい、ですね、まず時間っていうのは、はい、第一義的なものではなくて、うん、一番最初宇宙の根本的な、はい、観点から見ると時間というのはないらしいんですね、で空間というのもないらしいんです。あ、で時間と空間というものができたということで、でその今エミさんがおっしゃったように、その人間の感じる時間、動物の感じる時間、植物の感じる時間というのは一つ一つ違うみたいで、で一つ一つに認識の形式が違うようなんですね。どういうふうに時間というものを認識しているか、空間というものをどういうふうに認識しているかっていうのが違うみたいで、で空間というのもですね、植物は植物、同じ種類の植物同士パッとつながるらしいんです。そう、植物プラネットはつながるので、そのプラネタリウムっていうのは、もう植物同士でパッとつながるので、そういう、そう。へえ。へえ。大好きなの。そうなんですね。で、あの甘露の法っていうお経があるんですけれども、その続編にですね、時間というのは何かっていうものを端的に記したところがあるんですけれども、これを握れば一点となり、これを開けば無休となると、その一点でありながら永遠なものであるというふうに書かれているんですね。で、その現代人はより一層その自然な、認識の仕方をすれば、いろいろなことが変わってくるんじゃないかなというふうに思いまして、その医療費がだんだんかさむようになってきていて、今その国の財政をそれが一番圧迫しているわけなんですけれども、その原因の一つがその時間というものの、その捉え方だと思ってるんですね。どんなふうに捉えてるからそうなっちゃうんですか。まずですね、旧暦の場合には、その1日というのは必ず新月の日なんです、で旧暦1日が新月なので3日に三日月が出るんです、でそういうふうにその、今日は1日だな、だから新月だ、3日だな、三日月がお空に出る日だ、っていうふうに、で28日まで行って28点数日でまた次の月になると、いうふうにカレンダーがなっているとですね、それだけで、女性の場合には、その生理痛なんかが、その薬とか飲まなくてもそれだけで改善される人が多いらしいんですね、でそれはですね、今から10年ぐらい前だと思うんですけれども、そのマヤ暦にいろんな種類がある中の一つの13の月の暦というのを提唱している柳瀬博秀さんという人がいるんですけれども、柳瀬さんの講演会を気に入ったんですね、そうしたらその13の月の暦、1年間一般的にグレゴリオ暦で12ヶ月ですけれども、13ヶ月の暦ですね、それを使うことによってその生理不順が解消されたっていう女性が続出していて、自分のところにはその手紙がもうたく
さん送られてくるんだということを壇上でおっしゃっていたんです、はい、で確かにそれを聞いてですね、その暦と人間のバイオリズムですね、うん、っていうものにつながりがあるんじゃないかということで、うん、その自分自身も勉強しながら、うん、Facebook にアップし始めたわけなんです。あ、それでそういうふうにアップするようになったんですね、うん、はい。大道先生はあのマヤ歴を、知ることで何かプラスになったことってあるんですか？そうですね、それ言葉にするのは難しいですけれども、はい、徐々に人間にとって、うん、その自然な暦の捉え方、うん、時間というものの捉え方、うん、そういったものがだんだん見えてきているところです。私時間にすごく何て言うんだろう、時間、時をすごく興味持ってきてるんですけど、うん、全然分かんないんですね、うん、だからつかめるってきてるってすごいですね、うん、なんか分かる、生き方が分かりそう、うん、どう生きていいか分かりそうっていうか、うんうんうん、どう生きていいか分かんないから今、分かる？うん、だからさ、夢とか希望とかは持つことはできるけど、うんうん、時をどう理解してどう生きたら、うんうん、分かったらすごい生き方もね、すごい素晴らしくなる、巣が濃くなるでしょ、うん、そうね、うん、すごい巣が濃くなるから、うん、そんな生き方してみたいなと思って、今すごい時のに興味を持ってるんですね、個性学でも時っていうのがあるし、そういうのですね、うん、でマヤ歴って、さっき13ヶ月って言ってたけど、うん、さっきいろはさんのゲストの方は、うん、リーさんは、ね、260日だって1年それで見るんだって。で今のカレンダーは1年間365日でしょ、うん、どうなってんのか全然わかんない、うんうん、どういうふうに捉えていいんだろう、うん、なんか大道先生はどんなふうに考えてるんですか？ですね、はい、例えば合気道で言いますと、うん、丹田がどこにあるかというのが非常に重要な問題なんですね、はい、それは自分自身が自分の丹田はどこにあるかということを捉えているのが大事なんですけれども、うん、はい、昔からおへその一番の下のところから三寸下、うん、へそ下三寸というふうに言われているんですけれども、うん、はい、本当の三寸というのは指三本分下なんですね、はいはい、なので指が太い人の場合には三寸が大きいし、うんうん、指が細い人は三寸が小さいわけなんです、うんうん、それが本当の三寸なんですが、うん、ですね、戦後その海外から特に欧米諸国からいろいろなその情報が入ってきて、それがもとに学校教育が作られているので、うん、その何センチ、例えばその1寸が 3.03 センチっていう考え方があるんです、うん、1寸が 3.03 センチって考えた方が分かりやすいじゃないですか、うん、物差しで測れるから、うん、でそっちが主になってきちゃったんだけれども、うん、本当は これで測るんです、うんうん、そうですね、うん、ツボもこれで測ります。ツボもそれで測るでしょ、はい、で時間も今時計で今何時何分だなっていう時計という機械が主導権を握ってるわけなんですね。時計によってみんなに日本中の人たちに北海道から沖縄までの人たちに今何時何分ですよというふうに言ってるわけなんですけれども、その太陽が昇った今、太陽が昇った今、日が暮れたっていうのが主になれば太陽が主導権を握ることになりますよね。なのでそのアマテラス大御神様というふうに祈ることは太陽に主導権を戻すことなんです。あ、すごい、昔の人は占いも、うん、そのなんていうんだろう、暦も宇宙の太陽を見たり、うん、月を見たりして、うん、1年間今日夏とか秋とか季節とかも感じてたと思うんですよ、うん、カレンダーないし時計もないから、うん、だからなんていうんだろう、全て一緒同じ、うん、っていうか考えていうか、はい、元は一緒ですよね。そうですね、うんうん、なんかそうですよね、はい、太陽とか、うん、そういうの分かればもっと時間が分かるのかな、うんうんうん、そうですね、うん、で言葉的に言いますと、うん、自然、私は自然な生き方をするって言うとするじゃないですか、うん、はいはい、その時の自然と、うん、至る善
善に至るっていうことと同じ意味なんです、言霊的に言うと。善に至る、善に至ると、そう、なので自然に生きるっていうことは善に至ることなんですね、うんうん、でさらに言うとですね、あの善っていう言葉の意味が、うん、あの現代社会では違った風に使われていて、うん、その善の反対に悪があって、うん、そのなんかあのまあ、うんうん、いろんな仮面ライダーとかあるじゃないですか、うん、その悪をやっつけるものが善だっていう風になってるんですけども、うん、本当はそういう意味ではなくて、うん、あの正しいっていう字も意味が違うんです、うん、正しいは一にとどまるっていう意味です、はい、だから正しいっていうのはなんか悪者がいて悪者をやっつけるのが正しいっていう意味ではなくて、一にとどまってるっていう意味で、うん、さっきからねお二人がなんかすごいっていうことを言ってくれてますけれども、うんうん、あの大元の言霊であるその巣、うん、巣にまっすぐであるのが素直、巣が色濃いのがすごい、でそれが晴れているのが素晴らしい、うんうん、そういう状態のことを、表すんですけれども、うんうん、なのでその善もそうです、善もその悪に対する善ではなくて、うん、もうその大元の光、大元の愛のことを善というふうに言うわけですね、うんうんうん、なので、迷った時には、はい、さっきね迷うっていうことをおっしゃいましたけれども、うんうんうん、はい、そのどっちが自然なんだろうっていうふうに考えるのが、うん、はい、一つの指針になるかもしれないです、ね、はい、わかりました。自然にどっちが自然か、うんうん、思い返すそう、はい、ことをすればいいですね。そうですね、はい、うん、なんか時間に追われてるときだったら時間にとらわれないで、うんうんうん、そう、時計を主にするのか、うん、太陽を主にするのか、うんうん、わかりました、うん、そうしよう、うん、そうしよう。自然に生きるって自然にしてなさいって言うけど、うん、一番自然にするって難しいね、うん、いろんなものにとらわれて生きてるから、うんうん、自然ってとか自由って難しいですね、うんうん、なんか動物とかはそんな時計とか時間に追われたりしてないもんね、うんうん、そうね自然界に、うん、う馴染んで生きてる時間、うん、時間すごい自由になっちゃったし、うん、なんかそんな、うん、そう思っちゃだね、うん、やっぱり自然に生きていいっていう感じで後押しされました、うん、はい、うん、自然に生きろ、昔に戻った方がいいですね暦、うん、暦、うん、通りに生きるっていうのはなんか自然を意識して、うん、太陽もそうだし季節もそうだし、うん、昔の人ってすごいですね、うん、十五夜お月様とか、うん、思いついたのも昔の人だし、そうだね、15日目の月ですもんね、そう、うん、すごいね宇宙とか、うん、大道先生のねお話聞くとすごく、うん、いろんな勉強になるので、うん、あの瀬尾律姫カフェでもやっていますのでセミナーも Facebook の方でお知らせしていますので、ぜひ皆さん受けてください。はい、じゃあ大道先生からありますか。以上です。いいですか、はい、じゃあセミエミチャンネル番外編でした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。つながるですか、はい、笑顔がつながるエミエミチャンネル、なんでやねん知らんけど。